人生を打開する方法。樺沢先生、助けてさん、29歳、女性。人生を変えたいのに、今のこの悪い状況を変えたいのに変えられない。いざ何かやろうとしてもやるだけ無駄と決めつけてしまったり、いろんなことに挑戦すれば世界観が変わり楽しいことが待っている。今の悪い状況を変えれると分かっていても、自分の殻にこもっていたり、狭い視野しか持てないのを打開する方法を教えてください。簡単ですね。整える、つながる、行動する、この3つのステップを踏むとですね、人生がものすごく改善していきますし、人生がものすごく前に進んでいくですね、ということが樺沢の新刊、19歳まで手に入れる7つの武器というのに書かれています。整える力、レジリエンス、コントロール力、つながる力、読解力、好奇心、アウトプット力、この7つが7つの武器なんですね。だから皆様の人生がうまくいくために必要な最強の道具というか、必要なスキルですね、これが7つの武器です。もうこれがあればもう全部うまくいきます。今言った7つだけでいいんですね。ものすごくうまくいきます。ストレスフリーです。人間関係も全てうまくいきます。仕事もバリバリ働けるようになります。逆に言うと、この7つが揃っていないと、ある意味ズタズタですね。パフォーマンスも上がらない、人間関係も悪い、ストレスが多い、打ちのめされる、仕事にもままならない。だから人生がうまくいかないという全ての人に、この7つの武器という本を読んでほしいです。10代に限りません。10代の頃からやっていくと超ウルトラスーパーマンになれる本なんですけれども、20代、30代、40代、50代の人もこの7つの武器を読んで、7つの武器を整えて、7つの武器を揃えていくと、ものすごくうまくいきますね。だから皆様、なんかもういろいろ大変なことが起こってズタズタですとか、何やってもうまくいきませんという人は、まず何からやっていいか分からなくなっているんですね。だからそれを整えるっていうことをまず最初にやって、人とつながるってことをやって、最後に行動する、アウトプットしてくださいっていう3ステップが7つの武器の要点です。だから何から始めるかが明確です。整える力から始めて、次にレジリエンスを磨いて、次にコントロール力を磨いて、次につながる、人とつながっていき、次に本を読んで、次に好奇心で自分のやりたいことにチャレンジし、7つ目でアウトプットするっていう7つの階段を順番に登っていけば、皆様の人生がものすごくうまくいくということが分かりやすく、中学生が読んでも分かりやすいように書いた本が、19歳までに手に入れる7つの武器、6月5日発売なんですね。生き方の教科書ですね。全てのうまく生きられるための方法が分かりやすく、中学生、高校生が読んでも分かりやすく書かれておりますので、大人の皆さんが読んでも分かりやすいはずなのでね、本当にぜひ全ての日本人に読んでいただきたい一冊でございます。人生が立て直したい人がやるべきことは、まず整える、整える睡眠運動、朝散歩、食事などですけども、から入っていただき、レジリエンスって言ってストレスをスルーする力を身につけていただき、コントロール力、スマホの使いすぎなどを少し減らしていただき、人の力を借りる、つながる力、他の人に話してガス抜きをしていただき、読解力を高めるために本を読んで、本で問題解決していただき、好奇心を高めてやりたいこと、楽しいこと、毎楽をしていただき、アウトプットしながら自己洞察力を高めながら日々生活していく、これで人間というのは必ず 100% 幸せになれると私は確信しています。整えることの重要性。精神科医樺沢翔の樺チャンネル、今日は伊豆高原からお届けしています。自己管理が徹底してますね。自己管理を徹底しないと本とか書けないんですよね。集中力が高くないと本は書けないですし、集中力が低い本だとレベルの低い本しか書けないので、樺沢がベストセラーを出す秘訣なんですけども、それは内容がいいからとか、なんかね、表紙のデザインがなんちゃらとか書かれてるけど、一番重要なのは集中して執筆するっていうことです。ものすごい高い集中力で執筆するということです。そのためにはですね、普通の状態では不可能なんですね。だから週に5回とか4回とか運動して、武術やって、エアロビクスして筋トレしてっていう形で、体を鍛えながら心も鍛えてですね、非常に心と体を整えていくということですね。そういうことで、整えるってことはとっても重要で、私の課題でもありますね。樺沢も今ね、アウトプット大全55万部、ストレスフリー小大全も16万部、ブレインメンタル強化大全もまだ出て3ヶ月しか経ってないので、まあ、それでも5万部という形でベストセラーを連発してますけど、そのベストセラーを連発する秘訣を一言で言うと、整えるってことなんですね。体と心を整えないとベストのパフォーマンスっていうのは発揮できないんですね。これぜひ皆さんに知っていただきたいと思うんですけども、なので皆さんが仕事でミスが多いとかですね、何か失敗が多いっていうのはですね、パフォーマンスが下がってるんですね。それは皆さんの体と心が整ってないんですね。なのでそういう人こそきちんと整えてほしい。どうやって整えるかっていうのは、睡眠運動を朝散歩して整えましょうってことを、ブレインメンタル強化大全が整える教科書ですね。ブレインメンタル強化大全の初期のタイトルに健康大全とか、あと整える教科書っていうようなタイトル案もあったぐらいなので、整えるってことを私自身がテーマにしてるんですけど、具体的に樺沢が何をどう整えて
てるんですかってことを書いた方がブレインメンタル強化大全になりますね。ぜひ整えたい人はブレインメンタル強化大全を読んで整えてほしい。皆さんの仕事のパフォーマンスを上げたり学校の成績を上げたりするのも無理してやったりですね、睡眠を削ってですね勉強したり仕事をしてもですね絶対パフォーマンスで下がるんですよ。今33冊本出してますけども、あんまり本が売れなかった時代っていうのもあるわけですね。その時に自分には何が足りないんだろうっていうことを考えた時に整ってないなと思ったんですね。結構飲酒量も多くてね、二日酔いになったりすることも多かったし、今ほど運動もしなかったし、酒を飲みすぎるとそれも睡眠不足につながったりするってことで、医者でありながらあまり整ってないなっていうことを感じて、整えるってことを 3,4 年前からかなりしっかりと始めたところですね、実際心と体が整うようになり、そしていい本が書けるようになり、整えることを意識した後に書き始めた最初の本が上時間術ですけど、上時間術も10万部で突破しました。ということで、きちんと集中してですね心と体を整えるといい仕事ができるということを確信しています。仕事のパフォーマンスがものすごく上がります。なので皆さん方に睡眠運動朝散歩をお勧めしているのは、やっぱり皆さんのそういう仕事のパフォーマンスとかをアップしてですね、皆さんの本来の実力以上のですね力を出してほしいなという思いを持ってですね、ブレインメンタル強化大全というのを書いたですね。ということで、整えるとても重要なので、睡眠運動朝散歩、メンタル疾患の方じゃなく普通のビジネスマン、別に病気じゃないよって方も、いろいろお疲れモードだったりですね、やっぱりお酒飲みすぎたりですね、タバコ吸いすぎたりですね、徹夜でカラオケ行ったりですね、そういうパフォーマンスを下げるような行動っていうのをすごくしてると思うんですね。たまにするのはいいと思うんですけども、ちょくちょくやるともう体が心が疲れ果ててしまって、非常にパフォーマンスの低い状態で仕事をされている方が多い。そういった方がまたメンタル疾患の予備軍になっていくということなので、ぜひ整えるということをやっていただきたいなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。アフターコロナ時代のつながりを考える。リーチさん、自分から一人でも多く質の良いつながりが増える1年にしていけたら良いなと思います。ということで、つながりっていうのはやっぱ結構重要で、何度も岡場さんもいつも言ってる話なんだけど、改めて復習がてらお伝えしたいなと思うんですが、オキシトシンですね、人とつながる、人と楽しくおしゃべりをしたりするときに出るのがオキシトシンという物質ですね。オキシトシンが出ると癒しの物質です。ストレスを減らし、ストレスホルモンを減らします。免疫力を高めます。リラックスの効果もあります。心臓血管系の病気のリスクを下げます。オキシトシンがたくさん出ると長生きの効果もあります。平均寿命でボランティア活動などをしてオキシトシンがすごく出やすい人は5歳長生きするという研究もあります。あとオキシトシンが出ると楽しい、幸せ、幸福物質なので、つまりオキシトシンが出ると楽しく幸せになって、健康になって、癒されて、免疫力も高まって、病気になりづらく長生きできる。人とつながることによって、気心の許す人とおしゃべりしたり、くつろいだり、家族団らんしたり、楽しく時間を過ごすだけで私たちは健康になるし、病気にならないし、楽しく幸せになれるという究極の幸福物質、これがオキシトシンですね。オキシトシンがどういう状態で出やすいのかっていうのはね、樺沢の3つの幸福とか、最近出た幸せの授業などに詳しく書いてありますので、読んでいただきたいなと思うんですけども、やっぱりこの今アフターコロナですね、2023年は一つはそのアフターコロナの時代に突入したということなんですけども、やっぱり私たちの生活習慣自体がアフターコロナによって変わってしまった可能性があるということですね。アフターコロナ時代の幸せを2024年の新年に改めて考えるということなんですけど、2023年はワクチンの感染症が5類に移行してですね、マスクも個人の自由でいいですよという形であるとか、皆さんのイベントなどもですね、自由に開催できるように、大規模なイベントなども開催できるようになってきたと、そういったねことで私さんの行動が非常に緩和された。旅行地に行っても人がにぎわうし、観光客もたくさん来るようになったっていうね、非常に楽しい時代ではあるんですけど、例えば外出しないというような習慣とか、運動をしないとかですね、どっちかというと家にいて一人でも楽しめるよっていう、そういうこと、それはそれでいいと思うんですけども、やっぱりそういったものが人と会わないとか、最近ではそういう飲み会でもないか、友達と外にね出かけたりするってこともようやく元に戻りつつあるんだけど、それでも以前と比べると回数的にもすごく減っているとか、あるいはもう会社とかでもそういう忘年会とか歓送迎会みたいなものがほとんどもうなくなってる会社がほとんど、実際テレワークになってくると人とも会わない、会社にも行かないし、そもそもという形でオフィス街のそういう居酒屋飲食店っていうのが未だにね、なかなかお客さんが戻らないとか、そういう話も聞いているということは、人とそういう話すチャンスですね、リアルで対面してそういう時間というものがまあ減ってる可能性があるということですよね。そういったことも含めて、もっと人と直接会って話すとか、直接会って楽しい話をするとか、直接コミュニケーションするってことがすごく大切な時代になってるんじゃないかな。皆様方がこういうオンラインのものとか、会社とかでも Zoom の会議であるとか、友達とかも LINE のテレビ電話で話すとかね、まあ、オンラインでのコミュニケーションっていうのはもちろんないよりはあった方がいいんですけども、直接リアルに話すのと比べると、どうしてもやっぱりそのコミュニケーション度というのは弱いし、実際オンラインでオキシトシン出るのかっていうと、おそらくほとんど出ないんですよね。なぜ出ない
ないかっていうと、おそらくテレワーク化になった時にものすごい今メンタルダウンする人が増えてるんですよね。テレワークになってメンタルダウンが増えるってことは、オンラインで会議したりオンラインに話をしても人と会って話すような癒し効果が得られないっていうことがもうほぼほぼ証明されてんじゃないかと思うんですね。なのでテレワークもリアルと同じように対面することによる癒しの効果というものが得られるのであればね、こんなにテレワークになったからといってメンタルダウンする人が増えるっていうことにはならないと思うので、なのでオンラインでの癒しの効果っていうのはゼロとは言わないけども限りなく弱い、リアルと比べるとちょびっとしかないというふうに考えられます。なのであえて2023年コロナ明け、そして2024年になってさらにテレワークも増えてきたり、オンラインでの交流や AI 技術の進化によっていろいろなテック技術も進んでくると、そういう対面とかリアルで会うってこと自体が減ってきているんですよね。間違いなくね、間違いなくコロナ前と比べると皆様方も減ってくると思うので、だからこそあえて直接会える時とか、例えば直接会える時、会えるチャンスにしっかりと相手と対面して真剣に話し合う、真剣に相手の顔を見て話す。よくカフェとか抜けられるのはなんかカップルみたいのがデートしてるんだけど、それぞれ何かスマホを見てね時々話すみたいなね、せっかくデートしてんだからずっとお前スマホとか見ないでずっと話せよっていう風に思うし、高校生同士が何かカフェみたいな風にいてもやっぱ同じで、みんなスマホ片手になんか時々スマホ見ながら時々喋るみたいな、相手の目を見て話さないみたいな、相手の目を見るっていうことはアイコンタクト、アイコンタクトをすることによってオキシトシンっていうのは出やすくなるってことが分かってますから、一緒にいても下向いて目合わせなければそれはオキシトシン効果、つまりコミュニケーションの癒しの効果っていうのは出ないとは言わないけど非常に弱いものになってしまうんですよね。なのでぜひですね、そういうネット時代、オンラインコミュニケーション時代に突入しているからこそのですね、改めて実際にリアルで人と会う、友達と会う、友達と直接会う、そして会った時はスマホとかは見ないでちゃんと相手と話をして、お互いの思ってることや悩んでることや考えてることなんかを言い合うっていう、そういう濃いコミュニケーションをちゃんとできるかできないかっていうことが私たちのメンタルを活性化して生き生きさせていく、コミュニケーションによる癒しを得て幸せになっていくために必要不可欠だと思うんですよね。それが今失われつつあるっていうことと、皆様方もだから高校生とかもそうなんだけど、チャットとか長くやればやるほど友達、人間関係が深まるっていうふうに思ってるけど深まらないんだよね、どう見てもね。チャットとか長くなればなる、やればやるほどお互いに相手を縛り合うようになって喧嘩が増えたりですね、そしてスマホを長時間やることによって感情も不安定になるわけだから、そのチャットとか友達との LINE コミュニケーションを本当に1日5時間も6時間もやってると、その先にあるのは喧嘩とか既読無視だとか言って言い争ったりいじめとか、もうものすごいドロドロとしたものしかない。人間関係っては適切な距離感っていうのが必要だから、近すぎると必ず喧嘩になるんですよね。だから遠すぎると寂しいけど近すぎると喧嘩になる、いわゆる心理学でいうハリネズミのジレンマってやつなんだけど、友達と長くチャットしたりテレビ電話すればするほど仲良くなれると思ってるけどならないんですよね。あんまり長すぎると必ず喧嘩したりですね、イライラしたりですね、相手のちょっとした一言とか、30分も返信してくれないからなんで返信してくれなかったんだとか、いちゃもんつけあったりして喧嘩したり仲間外れにしたりいじめの原因になったりするっていうことになるので、適切な使用時間ね、30分1時間さ、きちんと時間決めて、その間で友達といろいろとおしゃべりして、相手の目を見て顔を見てね、真剣におしゃべりしたり語り合ったりするのはすごくいいと思うんだけど、だらだら5時間も6時間もただつなぎっぱなしにしてるっていうことは神経をすり減らして皆様の集中力を下げる練習をしている。集中力って仕事の能力、勉強の能力そのままだから、一日何時間もスマホをする人はもう集中力がオワコンなんですよね。もうどう見てもね、勉強にも集中できないし、将来就職しても仕事にも手につかなくて、ほぼほぼスマホ依存症、スマホが手元にないともう薬中のように手が震えてくるような状態、手は震えないけども精神が全てスマホに奪われてるような状態に、もうすでに高校生10時間以上のスマホ利用が 5% なんで、高校生の 5% 以上はスマホ依存症ですね。そういったことも含めて今日お伝えしたいのは、コミュニケーションは重要だけど、スマホコミュニケーションとかを長くなれば人間関係が悪化しやすいので、そこは注意するということが大切かなというふうに思っています。